ーナー参りましょう。続いてのコーナーです、はい、じゃん、ニュースを読む。はい、これ皆さんね、これ結構最近話題のニュースを読んでそんなコーナーなんですけれども、はい、私がニュースを読むので、はい、皆さんでですね、感想を、はい、トークしていただきたいと思います。すげえ、その内容だけ聞くと別に大人気になる要素ないけどなお前がニュース読んで俺ら感想言うだけやろはい、じゃあ最初じゃないです、ニュースこちら、じゃん、11月11日ポッキーで200万ツイートを目指すことが判明、バルスにかなうのかというですね、これ不思議なニュースなんですけれども、うん、一体どういうニュースなの、バルスにかなうのかってよくわからない、わからないです、全くわからないですね。はい、じゃあちょっと早速ですね、内容を見ていきましょう、はい、世の中にはいろいろな取り組みをされている人がおりますが、今回はあの江崎グリコ株式会社さんがですね、毎年恒例のポッキーという言葉だけで100万ツイートを目指す企画を今年も実施することが判明したということなんですね。しかも今回は100万ツイートではなく200万ツイートを目指す。これはすごいんですか？ツイート界では。ツイート界変えちゃったな。まあツイッターの世界ではまあ1万ツイートとかされててももうすごい、うん、本当に100万っていうのはもうすごいですよね、はい、すごいんだ。しかも制限時間が1日で、前回は184万回そのポッキーという言葉がツイートされたんですけども、今年はもう200万ツイートを目指して頑張りますとグリコさんがですね言っているわけなんですけれども、あの気になるのは、そのバルスっていうのとこう対抗するっていうところが気になると思うんですけど、わかりますよ。僕ね、ツイッターね、あんまりわからないんですよ、はい、じゃあ、バルスっていうのがどんなにすごいかっていうのがわからないですか？わからないですよ。バルスっていうのはですね、私もさっき調べたんですけれども、あの天空の城ラピュタのですね、ラピュタの、ラピュタのラピュタを、金曜ロードショーで流れてる時に、そのセリフでバルスっていうところで、バルスっていうのがすごいらしいんですよ。あ、その時に入れるツイートをするってこと？そう、なんでかわからないんですけども、っていうことですよね、神の声さん。あ、なんでこれ補足しにくいな。まあ、ツイッターって結局、あの147文字だっけな、140文字ぐらいの文字制限で、まあどちらかというとリアルタイムのコミュニケーションのツールなんですよね。なので何かに対しての実況の時盛り上がる傾向というのはもともとあって、その中であのネットの人たちっていうのはですね、テレビ嫌いなんですが、ジブリだけは大好きなんですよね。もうジブリやればびっくりすると2チャンネルもサーバーが落ちてしまうぐらい、もうみんな盛り上がる。その中でも特にラピュタのですね、バルスっていうのはですね、2チャンネルやツイッターではもう伝説となっており、もう逆にテレビ局とかその流す側とか、まあね、ジブリ側とかも把握してるぐらいの中で、まあ、このツイッターでバルスってその言ったタイミングで同時にみんなバーってつぶやくと、でそれでまあね、世界規模を誇るツイッターのですねサーバーが落ちたことがまたニュースになってですね、また盛り上がるという。でこの間のまあロードショーの時とかはですね、金曜ロードショーの時とかは今回は落ちませんとかね、逆になんかあのツイッターの運営が宣言したりね、このために準備をしてきましたとかね、あのもうある意味そのまあ、強固なサーバー、要するに、まあ、みんなが書き込んでもそのトラブルが起きないっていうのを提供することも、それも一つの宣伝にもなるので、まあ、一つのちょっとお祭りみたいになってるんですね。でまあツイッターでそれを超えるつぶやきは今のところ後にも先にもないということで、やはりこういうツイッターで何かをやりましょう、盛り上がろうという時、必ず引き合いに出されるのがバルスという単語。ちなみに街中とか、まあ、コンパとかでバルスとか言ってる人と知り合ったらあんまし付き合わない方がいいですね。あ、ちょっと痛々しいですねということです。やめた方がいいです。いや、すごく分かりやすい説明、やっぱりすごいんですよ。そういうことなんですね。神の声さんは、はい、今日青色になってますけどね、もうチャンミオのムチっぷりにちょっと真っ青になってしまう一回りしぼみました。いや、でもそう、調べてみたんですよ、このチャンミオも、バルスっていうのは、秒間143,199ツイート、秒間1秒間、その1秒間に
その1秒の時っていうか、うん、そのタイミングの時にそうつぶやかれたものをまあ出した時に一番多かったのが1秒間に14万超ツイートっていうのね、まあ要するにみんなその時もバヌスって書いて待ってるんですよ、書き込みボタンを。あとはもうあとはもう押すだけみたいな。するとまあツイッターって他のフォローしてる、うん、まあ友達であったりファンであったりの人たちの書いてるつぶやきが見えるんですね。するとその瞬間だけそこがみんなバルスって埋まるわけです。バルス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 っていうのがね、それが面白いと。まあ祭りですね。そうですね、まあ近くにいない人たちでやる、まあモブ、フラッシュモブと近いような、まあみんなでやるお祭りなので、やっぱりネットの人たちは結構もう10年以上前からそういうのが好きな傾向はあります。で、まあ今回はですね、1日でカウントするということなんで、ちょっと趣旨が違いますよと。はいはい。ということですね。計算するとだってそうですね、14万が1秒だったら200万はもうすぐに超えちゃいますよね。超えちゃいます。じゃあバルスの勝ちですね。うん、そうですね、何ここの記事に書いてるけど全く別のジャンルとなる、はい、秒間のバルスツイートとは種目が異なり、うん、勝負するということは残念ながらありません、うん、あれお前読んでる、あれえっつってるけども、だって最初の文章にバルスにかなうのかハテナって書いてあったのに。それは記事でしょ、はい、で記事の人に聞いたら、担当者に聞いたら、うん、勝負するということは残念ながらありませんって言ってるんだけど、注目すべきはこれグリコの人が種目が異なりっていう表現を使ってるところ。何お前たちはこれ競技なのな。そうですね、なんでしょうね、これは長距離走的、長距離走的なやつなんでしょうね。短距離と長距離では違うとですね。100メートルか1万メートルぐらいですね。多分マラソンとかもあるんでしょうね。月間のね、そうですね、記録とか。そうなるかな。わかりやすいですね、そういうふうに説明して。いやびっくりした、こっちが説明しちゃってる。でもこれあれですね、ツイッターで何かするっていうのは、うん、まあ、うん、結構最近企業ではね、うん、公式アカウントっていうのがあって、うん、まあ、NHK の広報の人たちが、うん、人がゆるくしゃべるとかですね、うん、NHK なのにちょっとネットっぽい顔文字を使ったりしてしゃべるというので、うん、まあ親近感を持ってもらうとか、やっぱりちょっと距離が縮まるんですよね、その遠い存在だった媒体にとって。でまあ最近その企業としてはその偉そうでなく腰が低く、それでいてちょっとおバカっぽい感じの何ツイッターをする企業が愛されるっていうこともあって、まあいろいろ仕掛けてはいるんですが、僕はちょっとこれに対してはいまいちですね。だってポッキーの日を広めたくてグリコが仕掛けてるだけですよね。うん、そうですね。ね、うん、なのに、ね、まあ、去年184万人もつぶやいていて、うん、なんか踊らされすぎてる気がしてしまいますけどね。ちょっとね。ひねくれてる。なんでよ、だって1が並んでてポッキーの日だっちったらプリッツはどうなんだっつう話でしょ。もうポッキーばっかじゃん。その点ポッポは偉いよ、中までチョコなの。トッポの方が偉いよ。ですか。じゃあトッポにしようよ。じゃあトッポの日にします、うん、中までチョコ。じゃあトッポの日にしたいということで。そうです。まとめさせていただきます、ね、いやここでやっぱイバキラが中心となって、うん、この日トッポで200万ツイート目指す。それもうポッキー倒そう。トッポで、トッポじゃん、トッポで、じゃあこのチャミオマックスを見てる皆さん4人ぐらいしかいない。じゃあ4人が200万ツイートするには20、あれ4人だから50、あ、50ツイートトッポ、うん、え、4人だから50万ツイートしてください。嫌です。はい、はい、また来週。マックス、マックス、嫌です。嫌です、終わっちゃった。はい、というわけで、はい、以上、ニュースを読むコーナーでございました。いや、読めてないね。でも前回よりかマシです。え、何それ。そうだった。じゃあ続いてのコーナーこちらのコーナーです。じゃん、ツッコめウィキペディア、ね、このコーナーはですね、はい、まあ、ゲストにちなんで、ゲストに関係のあることを聞いてですね、ウィキペディアに書き込んだり、ウィキペディアを修正したりですね、まあ、ネット界で我々も存在感を発揮していこうというですね、適当なコーナーでございます。はい。
というわけでですね、お題をちょこ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 行ってみたいなと思うんですけど、どれから行こうかな。先週ですね、はいはい、まあお題はメジャーで CD デビューして、うん、世界ウルルン滞在記のテーマソングになった、ね、歌っちゃってる、歌っちゃってる、喋ってるの邪魔しないで、ね、それ後でいいから、歌っちゃってる、歌っちゃってる、ね、地元での音楽活動が多いというところまで行ったんで、はい、じゃあちょっとライトのところから、うん、頭から行きましょうか、ね、はい、はい、最初のお題はドン、ね、茨城を代表するプロレス団体ゴジャッペプロレスとの結びつきが強い、うん、そうですね。え、これ何ですか。これ先週ちょこっと喋っちゃったんですけど、はいはい、そう、代表の吉田さんと、はい、友達になったんです。最初はあのゴジャッペプロレスのリング上で歌ってくれっていうコアが来まして、はい、それで高浜まで歌いに行ったんですよ、うん、高浜に、うん、そう、上の方行って、うんうん、そっから徐々にこう仲良くなってきまして、うん、え、どうなんですか、最初に歌ってくれって急に言われた時、なんやあいつ、なんでそんな突然来たんですか。あ、そう、この番組に出たことある、違う、トミー茨城、あ、トミーさんレフェリーの、はい、はいはいはい、トミー茨城の弟さんが僕がよくライブとか飲みに行っている、うん、お店をやってるんですよ、はい、また遠そうで近そうで遠いなそうそうそうそ う, そうやってて、でこうトミーバとも仲良くなり、うん、そっから吉田さんですね、トミーバからライブしてくれないかと言われて、でライブ行って吉田さんもちろんいるので、うん、そこで仲良くなる、うん、でみたいな、うん、それで繋がっていってる感じです。もう仲良くてもうすごい感じ、こんな、なんかよく飲みいや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 、まあ、たまにね、たまにね、ナイスナイス、そうじゃない、夜の10カウントみたいな、ない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 、寝技からねとかない、残らないでください。そうです、そうですね、うん、最初だから嬉しくて、僕もプロレス好きなんですよ、はいはいはい、もう中学校の頃、うん、そのテレビ見てプロレスすごい見てたんで、ほう、誰が好きですか。新日本プロレスがよく好きで見てました、うん、最初は、そこからいろいろ広がってくるんですが、うん、僕の時代は武藤選手とか長野選手、橋本慎也選手、よかったね、唯一モノマネできるのがしてよちゃんみを なんかで知りもしないのに質問するからな、はい、今ごめんね、全然見てなかった、今必死に喋っちゃっていやいやいや、見たのね、もう一回やってあげて、なんか違うんだよな、だって鼻毛、鼻毛引っ張ってるからね、こっから出してるわけじゃないよ、どこから、ここ、こうだよ、はーってことですか、はーってことっていうか、うん、なんだろうな、まあ、いや、この意味は何ですかね、キツネですかね、キツネじゃないよ、もう、続きを話していただきましょう、はい、そうですね、そこら辺好きだったので、全部、喜んでね、うん、参加しました、ライブを、そう、ライブで、本当にやったんですよ、リングで、うん、リング上で、リング上で、リングの上で、うん、だがしかし、まあね、ゴジャッペなんでね、はい、ケーブルの長さが足りないとか、電源の長さが足りないとかありまして、うん、リングあるんだけど、僕隅っこみたいな四隅で、つらい、つらい四隅で歌いの、さらにマイクスタンドがないと、僕あのキーボード弾きながら歌うので、キーボードスタンドがないって言って、キーボードスタンドじゃ、キーボードスタンドじゃマイクスタンドか、うん、マイクスタンド役になってくれたのがトミー茨城。あ、トミーがずっとこう歌ってるでしょ、うん、ずっとこうやってずっとこうやってやられてるで歌うっていう、落ち着かないですね、ずっと近い近いよって言いながら歌ってるやりにくいわって言いながらずっと歌ってた、それがきっかけで吉田さんの中でだいぶ面白かった、でもそのきっかけからあの吉田さんの、うん、あのプロレスの、あ、そう、プロレスのね、はい、入場曲、はい、そう、それもそう、その流れで、ゆるく頼まれて、ゆるくそうだ、飲んでて、吉田さんと飲んでて、ヒデ君作ってよ、みたいなことになって、いいよー、うん、それで作る、そんなゆるくてよかったんですか、ゆるくてよかったかな、こうやってうわーって飲んでてヒデ君作ってよ、あ、すいません、そういうのちょっとちゃんと計算しないといけないんで、まずどういうところで使われるかとかこれないんですよ、そういうの、そういうのないからね、ダメだ、ダメだって言うんですよね、チャーミア、チャンス、チャンス、あの、曲を
あ、それちょっとあの、どうって言うの、あー、やっぱり飲んでないとダメだ、飲んでないとダメだね、ちょっとさ、そうですね、ちょっとさ、そうか、事務所がね、まあでも、あれですね諦めんの早いな、お前はい、お超押しただろっていやいや、なんか前の天心の監督さんも飲み会の場でその映画を作るって決めたりとかするから、うんうん、やっぱ飲み会ってすごいあれなんですね、うん、そういう商談がまとまる場所なんですね、うん、商談というか面白いことに対してね、うん、やっぱノリは上がっちゃうよね、うん、あれはアイデアみたいな話になってなら面白いじゃんみたいな、だから多分最初からその商談はないと思う、うん、そっから生まれてあならやっちゃおうか、やっぱり飲んで喋ってる間にあれ、うん、俺たち感性合わないみたいな話になって、うん、そこでなんかねインスピレーションをかきたてられたりする中で、うん、あじゃあやってもいいかなって言って、うん、わーって言って盛り上がって帰った後のスケジュール帳を見て、うん、あれやっちゃったかな俺、あ、立った忙しいんだな俺、あれ思ったより受けちゃいけない話だったけどもうしょうがねえみたいなね、うそういうの楽しそうですね、あ、うん、あの君、ね、あの君は仕事が毎日がウキウキハッピー、違うエブリデーって言っただろうが選手泣き戻し今来ます、毎日がエブリデーですね、そうですね、いいです、ウキウキハッピーでいいですね、そうそう、はい、今間違っちゃいけないところ間違っちゃったな、ちょっと本番中へこまれてくれるかな、ね、へこまれてくれるかな、はい、そうで、つながりがね、はい、うん、だから嬉しいですよ、プロレスのこの前ね、藤波さんとやった試合とかで、ね、自分の曲流れた時に登場してくれるなんて思ってもいなかったから、うん、藤波さんもあの僕も、ね、プロレス見てた時やっぱファンだったから、うんうん、その人の対戦相手の曲で俺作ってるっていうのは、うん、やっぱすごい、もうその時ヒデさん周りの人に自分が作りました自分がそれがね、それできる人だったらいいですけどね普通にあのちょっと照れくさくなっちゃってなんか吉田さんもこう煽るもんだから、曲でほーとかあるとこで煽るもんだからなんか余計恥ずかしくなっちゃってなんかちょっと顔赤くなったみたいな、でもすごい大盛り上がりましたよね、盛り上がりましたね、うん、そうなんですよ、楽しみですな、え、何が楽しみですなあ、ちょっとだいぶ端折っちゃいました、あの、うん、吉田さんと藤波辰巳さんがいつかまた茨城の地だかわかんないけど、うん、タッグでそう試合をするっていう約束をしてましたよ、はい、うん、それ頭の中で端折ったんだ今、そう、すごいよねあのすげえな、端折りすぎだよねすごい端折ったね頭の中で、うん、そうなんですよ、だからそれがね実現するのが楽しみ、うん、その2人のタッグの時の曲はどっちになっちゃうの、うわ、どうなんすかね、そしたらもしかして作ってってくるかな、混ぜて混ぜて、ま、混ぜて、うわ余計悩んじゃう、そんなの気使うわそんな曲気使うわ、気使うよね一番気使う、人の曲と絡んでなんか一番気使うよねそう、でもなんかね頼まれたらいいな、とヨッシーに聞いてみようかな、うん、ヨッシーに聞いてみましょう、ヨッシーに連絡しといてなんで俺なんかマネージャーみたいな逆になってないかな、なんか俺マネージャーか絶対出たんだけどね、マネージャー連絡しといて、今チャンミオマックスがやること何もなかったよね連絡しといてねって、うん、お前何したそういう、うん、協力しろよそうだ今全然分かんなかったなんで俺連絡することになって、何を吉田さんに出て、うん、一緒に出てくださいねっていうのを、ああそれね、自分でやります、今日頭の中で端折るね、それも言ってなかったよ、うん、今日頭の中で端折る日だね、はい、はい、じゃあそういうことです、はいじゃあそろそろ次のお題に行きましょう、はい、次のお題はドン、茨城県にゆかりのある曲を作っているということなんですけれども、はい、うん、何ですか、茨城県にゆかりがあるんですか、ゆかりがあるのかないのか分かりませんが、はい、勝手に作ってます、ほう、うん、そう、あのラジオつくばさんで番組を、はい、リンクアップレディオという番組を持ってるんですけど、うん、そのコーナーでですね、うん、まあ鼻歌を作ったり鼻歌から曲を起こしたりとか、うん、こう募集しまして、うん、そういうコーナーやってるんですけど、うん、最近また違うアイデアできまして、うん、自分で勝手に作っちゃえばいいんじゃないかと、そういうご当地ソングとか、うん、まあ、あの横にいる人に言われたんですけどねやっちゃえばっつって、ゆうやっちゃえねえ、ゆうやっちゃえねえって言われて、でも何も考えてないし端折ってるよ、そう端折ってる、そう何やっちゃえるか分かってないからでも、ね、あれってみんなよく分かります、ゆうやっちゃえないよりよく何していいのか分かりますよね
まあその話やめよう、続けよう、はい、そう、それで最初は電力豆の歌を勝手に作ったんですよ、茨城県じゃないですよ、そうで茨城県じゃないんですよ、うんうんうん、でそこからどうせやるんだったら茨城県にゆかりのある曲が欲しいねってなって、うん、作ったのがハートチップル上層市なのでね、はい、うん、そう、 そう、それスクリーので今作ろうとしてるのがマックスコーヒー、はいはい、やっぱ茨城千葉とか限定だったので、うん、そういうのを勝手に作って遊んでます、うん、ちょっとこれハートチップルの歌は弾けたりするんですか、ハートチップルの歌ってすごいですよ、ね、ニンニクニンニクばっかり言ってるんですよサビがニンニクニンニクニンニクって言ってます、聞けますよ、あ、聞けます、聞けますよ、本当、出せば、あ、本当ですか、じゃあ後で、うん、今聞きたいね、あ、本当、今出てくるかな、ちょっと待ってくださいね、いいですよ、出てくるかな、でもそういうのってやりたいですよね、僕実はですね、茨城県民の歌のロックバージョンって作ってるんですよ、あ、そうなんですか、で、うんうん、ラップバージョンやりません、いいですね、あの僕ね、茨城県民の歌ってあるじゃないですか、はいはいはい、空にはつくばってやつですね、うんうん、あれ意外とノリいいなと思ったんですよ、あ、はいはいはい、で、うんうん、それをハードロックにしたらどうかっていうことで、うんうんうん、もう 2,3 年前作ってですね、うんうん、そこでお金が尽きて歌をまだ入れてないんですが年内に入れようと思ってます、いいですね、あのいろんなバージョン、例えば、うんうん、いろんなサウンドの茨城県民の歌をどんどん出して、うん、ロックだったり、うんうん、ね、あのファンクだったり、うん、でもう、うん、何をやってんだあいつみたいなあいつら、同じ、それは俺もやりたいんですよ、同じようなことを、なんかね、茨城を主張する上では一番メジャーな歌なんで、あとはあれですね、県民体操とっていうのがあるんですね、うんうんうん、まあ、県民体操は本当に躍動的なんですけれども動きがおい朝からハイテンションやなおいみたいな、伸びてますみたいな運動なんですけどそう、いいっすね、そういうのもいいですよね、だからやっぱり茨城をテーマにしたものがどんどん増えていくといいのかなと、うんうんうん、僕とたまたま同じ服をこの間着てたですね、うん、あのアシナっていうアニメを作ってる人も、うんうん、アグカルっていう茨城県のアニメの中で作ってる歌は朝ごはんですかバラキちゃんという歌は茨城をテーマにした歌ですし、うんうんうん、茨城のものをたくさん言って、まあしゃうん、食べましょうみたいな、うんうん、やっぱりそういう地味に音楽の力で茨城の魅力を伝えていくっていうのはね、うん、できると思うんですよね、思います ね、うん、それを題材にしてる人がいないっていう、ね、そうですね、うん、まあ、茨城をネタにしてるのはもうここら辺しかいないという説も有力なんですけどねそれでいいじゃねえかっていう、これですね、これです、どうやって大きくなりますかね、ここに、あ、大丈夫、聞こえてる聞こえてる、めっちゃ真面目に作ってるやん歌手、真面目にだいぶ、ハートチップのために何やってんだろう、ね、本当何やってんの途中でちょっと自分に疑問を持ったりなんかね、電力豆作ったあたりからね疑問がちょっとなくなってきちゃった逆にあかんわそれ、あかんわあかんわそれなんかすげえかっこくなっちゃったんだけどこの曲、うん、あの目を覚まそうはい、というような、そうです、そうです、いやあれだね、あの茨城県のゆかりのあるっていうかちょっと間違えてますね
なかなかこのタイプのパターンはいないと思うんですよね、うん、あの、うん、なんだろう、いないんじゃなくて誰もやらなかった、うん、そう思いついたがやらなかったっていうことだよね、うん、そうですね、うん、あえて緩いこと言ってるんだけど、けなんか結構しっかり作ってんじゃんみたいな、うん、どうでしょう、うん、ぜひですね、いいですね、そうですよ、リスカさんはね、そうです、ね、連絡をしていただかねばですねこちらの方までぜひぜひ、ね、お待ちしております。使ってくださいこの曲、イエイ。リスカさんあんまりそういうのに積極的なイメージがないんでね、ぜひこれを機会にね、うん、ね、宣伝をしていただきたい。お願いします。僕西の方から来たので、あの西の宇宙の方から来たんで、はい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 、リスカとか知らなかったですよ。ハートチップルって関西ないんですよ。ないですよね、うん、そう限定なの。だからこれこの曲のサビで、あの有名なアマゾンって車に乗り込んでドライブにでも行ってみないかいっていうのはそういうこと。うーん、向こうにないんですよね。ないですね。こっちだと普通だけど。こっちであるあるって言ってて、知らんがな、そんな田舎のお菓子やろって言って、うん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 、でもすごいから食べろって言って食べたら、すごいのはニンニクなんよね。すごいけど、そうすごいけどって。すごいからニンニクが超強烈です。超強烈ですから、はい、あれ砕いてチャーハンに最後入れるとめっちゃうまい。あ、美味しそう。あのちょっとサクサクした感じが残る感じで、うん、締めにあれとレタスをガシャガシャって入れてね、食うとね、むちゃくちゃうまいんで、ぜひやってみよう。チャーミーはしっとりサクサクチョコ入れて食べな、チャーハンに。え、なんでですか。え、なんとなく。じゃあ、でもやってみます、うん、美味しそう。やっと、でもやるんだ。どっちやるか分かんないけど、うん、両方ね、はいはいはい、やってみたいと思います。皆さんもぜひ試してみてくださ いじゃあちょっと次ですね、はい、あの先週 の、 あのデビューのお話に近いところかもしれないんですけど、うん、ちょっと質問ということで、はい、次のお題いきます、うん、どん。